I'm Mo Rocca, and I'm excited to announce season 4 of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets. All that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca wherever you get your podcasts. ピーターの糸島大好き糸島ニアン。糸島ニア1号ピータこと池畑慎之介です。糸島観光大使でございます。はい、そして私が糸島ニア2号川上正樹です。いつ私観光大使が回ってくるか待ってるんですよ、うん、年齢制限はね、ある。私はダメじゃん。私が私より上でしょ。70だもんだって、ね、やだやだ。今日も頑張っていきますよ。そういうことでね、もうやっぱりポカポカとここはいい気候ですよ、はい、やっぱりね、はい、いいですね。糸島にやっぱりもう一回住もうかなと最近思い始めた。今日一緒に住むじゃん。嫌です。え、なんで？伊藤さんと一緒に川上夫妻と、あなたと二人じゃない、奥さんも入れてですよ。あ、そう、ちょっとほっとしましたね。三人で当たり前じゃない。なんであんたと二人で住まないか。二人きりだとどうなるかなと。バカ野郎。まあね、でも糸島ここはなんかね、私もなんか来てもね、なんかちょっとここ住みたくなるんですか。なんですかね、よく P さんがその糸島がどうしても糸島糸島って言われるじゃないですか。はい、でもまあ鹿児島に縁が分かるのはね、まあ、あの4分の1の血が入ってますからね、はい、あと大阪とか、はい、大阪、うん、でも西日本なんですけど、うん、福岡はなぜかね好きなんですよ昔から。で、福岡の中でも糸島、あの東側へ行きたくないんですよあんまり。あら、福岡よりか西側、唐津との間、大乳にマンション買ったぐらいですからね。あ、そうだそうだ、ですから、もう一回またちょっとね海沿いに住んでみたいな。またまた皆さん、でも私も虫がうずいてるの、これはもううずいてるんですよ、も探しまくっちゃって頑張っていきたいと思います。はい、ピーターの糸島大好き糸島ニア、グローカルホテル糸島からお送りしています。ピーターの糸島大好き糸島ニア、この番組はセトルグローカルホテル糸島、糸球、期待醤油、元気クラブ糸、以上各社の提供でお送りします。糸島が好きすぎる。糸島の魅力を語り尽くすコーナーでございます、はい、今日はゲストをお迎えしてますよ。そうなんですよ、はい、映画監督の方ですよ。やだやだ、なんで嫌なんですか。またオファーが来ちゃう。今回のゲストなんですが、はい、ご紹介します。 P さんと同じく糸島観光大使でいらっしゃいまして、はい、今年公開されました糸島映画猫の記憶監督の浜陽一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。まあ素敵な方じゃないですか。かっこいいですね。かっこいいっすよ。ちょっとラジオじゃ分かんないのが悔しいですね。ハマ、ね、ちゃん、ハマちゃんって誰なれし。あ、でもよく言われます。ハマちゃん。ハマちゃんって言いやすいじゃないですか。はい、どうですか。はい、よく言われます。はい、全然それで大丈夫です。ね、はい、よろしく。またこれ難しい方のハマなんですよ。あ、そうですね。はい、うちね、あの料理屋でね、うちのおじいちゃんおばあちゃんハマ作ってやってたんですけど、この字なんですよ。あ、そうです。これに作ると書いてハマ作って。三髄のやつね。そうそうそう。いや、あの普通のやつも三髄ですけどね。頭がいいでしょう。はい。パッと打てば響くっていう言い方するんですけど。あまりにもアナウンサーなのにバカだから、はい、そう、今日は私のことはいいんです。いいんです。浜監督に浜さんのことをいろいろ話を聞こうと。もともとなんか音楽プロデューサーでいらっしゃる。そうですね、ええ、あの音楽が一番売れたので、うん、なんかそういうふうに思われてるんですけど、うん、はい、好きなことをただ作ることが好きでいろんなことをやってただけで。もともと糸島の方なんですか。いや違うんです、あの長崎県の佐世保市が出身なんです。佐世保友達が多かよ。どこでも多いじゃないですか。多かよ佐世保友達ね、はい、すごく仲良くしちゃったね、検察会社の奥さんですけど亡くなっちゃったんですよ。亡くなったんです、はい、辛い話になりますか。いや、すごい長かったんだけどね。それから今住んでるところのお向かいの ご夫妻がですね、佐世保の方で、ほら出身は寿司のあの辺で美容室を2軒ぐらいやってました。両方とも成功されてるわけですよ。当たり前で成功されてると近づきませんよバカ野郎。
こんな感じです監督すいませんね申し訳ないです、はい、上げたり下げたりします、はい、この糸島映画の猫の記憶、はい、これはどういう映画なんでしょうか。ですね、うん、なんかあの最初考えた時はこう、はい、福岡に仕事作りたいなと思って、はい、分かります、はい、もう絶対こっちで来たいから、うん、はい、何か仕事ラジオでも何度もいいから引っかかれたと思うよね川上さん全然引っかけてくれないじゃんプロデューサーに言ってください。そうですよ、お願いいたします、まあ、そこがきっかけで、うん、どうやってやろうかなって考えた時に、うん、音楽も映画、まあ、俳優さんもだとメイクさんとかスタッフも含めてすると、うんうんうん、あこれも映画しかないなっていうところに人数集められるし ね、 そうですね、いっぱいね、いろんな方が協力してもらえて、まあ、映画にするにはでもこれ全部脚本からご自分なんですか。そうです、全部書きます、はい、すごい、いや全部って監督あれでしょ、はい、カメラ本よ、音楽、はい、撮影編集全てやったっていう、はい、全部あの声音まで全部声音うるさい大声出しはね何でもいいかと思ったら大間違いだよ。あすいません、はい、声の大きい人に悪い人いないっていう、うちの親父、ね、死んだ親父が言ってました。わかりましたあ頑張ります私は2人大きい声なんで申し訳ないですけどでもそれだけ全部ご自分で担当するっていうのは負担が大きすぎませんでしたか、はい、あの楽しいからまあやってしまうんですけど、帰りは私同じタイプかもしれないそうですか、あの変な人にやられるんだから自分でやっちゃうタイプなんですよそうなんですね、あのだからねスタッフが育たないって言われました自分でできちゃうから能力があるから、ね、俺監督もついで自分でやってもうやって あの人にやられるぐらいなら俺は自分でやるよっていう、なるほど、ちゃちゃちゃってやっちゃうタイプでしょ。やっちゃうんですけど、うん、実はその若い連中とか来た連中にその仕事を振っていけるようになりたいなと、うん、なるほど、いつかはね、いつかは自分でやっといて全部ノウハウを分かった上で、はい、若い子たちにこれやってくれないかって言える立場にならなきゃいけない、ね、しかもあの僕がやってることを、まあうん、そのある程度何人かでこう分担して、うん、まあ、一人で僕のコピーも欲しいんですけど、うん、全部できるやつがいっぱい増えると仕事増えていくんじゃないかなって。そうなんですよね、はい、要するに人材育成もやっていこうということですよね、はい、人材育成は基本的に何か残したいなって。なるほど、うん、映画の内容何も話してないんですけど、うん、ごめんなさいそれはあの若い女の子が主役で、はい、TikToker の200万人のフォロワーがいるっていう金子美優ちゃんがあのやっていただいて、かわいい顔してますね。であのこれお母さん役ですか、はい、早見優ちゃんは。はい、そうです、早見優さん、優ちゃんがお母さんですよ、夏井野のナンス。いやそうですよね、歌なくていいですか、歌なくていいですか、歌なくていいですか、時間がなくなりますか、すぐ歌うんですいいじゃないですか、いいですけど、はい、監督の話の方が聞きたい。いやいや、あの早見さんがね、お母さん役でこのポスターに載ってるのがちょっとキュンときましたよ。これ結局ですね、まあ、はい、映画ですから監督からこうあらすじ言ってもらうのなんですが、はい、あの私の調べたところによりますと、交通事故に遭ったことで猫のことを思い出して、はい、その行方を探し始めるといったまあストーリーでこう展開する。そうですね、はい、その前にあのその主人公の女の子は子猫と捨てられてるっていうところから始まるんですけど、ほう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 、50メートル飛ばされる交通事故ってすごいですね、はい、これよく生きてたらこの女って思ったんですけどそういう問題、いやいや50メートルそうですけど、50メートルって結構な距離ですよ。これどんな車にはねられたんだろうなんですけど一つヒントを言うとですね、はい、あのヤンキー家族なんですね。はあ、はい、あの全てを大げさに作り込んでしまうっていうところがちょっとヒントにあります。そういうことがあるんだ、はい、ふと事故の記憶だけがなくなってて、そうですね、はい、強い襲撃を受けたことで猫と過ごした記憶が蘇り、はい、そう、小さい時の捨てられた時の記憶が、どこ行っちゃったんだろうって、はい、猫探しの旅が始まるわけですね。でその男の子2人がこう射程にいるんですけど、同級生なんですけど、はいはいはい、この2人を使っていろいろ探し求めるという、いいですね、このちょっと可愛い子がね、うん、ちょっと番長みたいに女番長みたいになってて、うん、若い男の子を引き連れるその構図がいいですよね私結構好きですよこういうの。本当ですか、はい、こういう時にそれを見守ってる先生とかやりたいですね、あ、そうですね、まあ、デザート私についてきなさいタイプなんで、そういうの好きなんでしょうね。でも本当はたくさんの人をこう出したいんですよね、はい、でもやっぱり予算が少ないので、もちろんそんなの予算なんかいない、ただでテレビで出ますよこんなの監督になんとなく売り込まない、出たい出たいっていうのを やめなさい本当に。今あの手弁当だけ聞こえましたねもう手弁当でいいんです、こんなあの私こういうあの皆さんが作って若い人たちが頑張ってる映画なんかにはどんどん出てあげたいと思いますよ、これは、これあの監督あれですよね、はい、糸島市内の各地でこうロケをされた、はい、そうですそうです、はい、やっぱりその我々でも知っているこう観光地みたいなところだったんですか。もうあのいわゆる映えスポットって言われるところはまあ一応網羅してまして、はい、あとは山の方も含めて海も山も
ある程度入れてますね。やっぱり糸島のいいところ全部ね。そうですね。でもその観光大使としてはこれをプッシュして、やっぱり糸島に住んでらっしゃいますからね。そうそう、私もこれプッシュしなきゃいけないですね。お願いします。そういうことでしょ、はい、うん、観光大使としてお願いいたします。そうですよね。僕の17年の幸せ、17年が幸せな理由。そうですね、あの捨てられても17年が幸せだったっていうのがなぜかっていうところがその描かれていると、最後に分かるんですね、うん、はい、うん、なんで捨てられたのかって書いてあるんですね。捨てられた真相にたどり着く。そうですね。そうこれ今度試写会ってのはもうあったんですかね。はい、糸島の試写会もあったし上映会もあったんですね、うん、うん、これ反響どうだったですか、お客さん。反響はね、あの最初の試写会の時はこう糸島の方々がみんな見てくれたんですよ、うんうん、もうとってもあの朗らかになりましたとか、あのほっこりしましたっていう感想をたくさんいただきました、うんうんうん、あんまり深くないっていうことはあの 深い映画ではないんですね実は、うんうん、はい、だからそういうのは気づいていただいたんでよかったなと思いましたね。これは全部福岡の役者さんですか。あ、実はですね、うん、あの早見さん東京ですよね。そうですね。そして男の子の右側映ってる、はい、戸塚優希君と論平君、はい、論平君上ですね、帽子後ろにかぶってる子、あ、これです、はい、論平君と、はい、もう一人で、そして、ですね、女性のお姉ちゃん役ですね、この方、はい、北原ほのかちゃんは東京から来てもらいました、うん、あ、はい、ただあの戸塚優希君はですね、すぐ横のあの九大に通っていて、東京の方なんですけど。九大生ですか。そうだ、九大だもん、はあ、たまたまあの僕はあのソニーからいろいろ曲を出させていただいて、うんうん、てるんですけど、その縁があってあのソニーミュージックアーティストっていうところに出まして、はいはい、なんか出してくんないってお願いしたんですね。無理だって言われるかなと思ったんですけど、うん、あ、分かった分かった、ちょっと探してみるねって言われて、いろいろ出てきたところでこの子を選んで、うん、エントリーシートが出てきて、うん、で女の子出てきた時にうちのプロデューサーにこの子とこの子どっちがいた、絶対この子、はい、ご了承してきたので、まあ最初から決めてたんですけど実はなんかインスピレーションって分かりますもんね。そうですね、はい、もうこの子で撮れるっていうのがその分かりますよね、はい、でも一番最初にオファーしたのはお父さん役の山下明さん。この方はよく福岡に住んでると見ます、はい、テレビ出てらっしゃいますもんね、よく、はい、CM とか明るく描きたかったので、坊主の方ですね、はい、コミカルに描きたかったので最初にオファーしたのはこの方なんで、コミカルは得意な人なんで、はい、でこの人の演技を見といてください、はい、わかりました。そうなんですか、はい、早見優ちゃんとのおつながりってのは。早見さんはですね、僕があのアレンジとかをした別の映画で劇版をやってる時に、はいはい、あの出ていただいてて、その時僕は劇版だったんですけど、うん、あの楽曲テルサテンさんの時の流れに身を任せをカバーを歌ってもらったんです、はいはい、その時僕楽曲も作って、でそれがあの40周年でしたっけ、早見さん、うん、40周年のアルバムにそのまま入れていただいて、で話聞くと誕生日がまた一緒なんですね。同じ日なの、はい、僕と年は違うんですけど。それは分かってますよすいませんこっちが上でしょ。いや僕が上です。あ、本当、はい、僕はあの今還暦60歳で、見えない、はい、70歳と60歳見えない、ちょっと化け物だらけだもん。監督は見えないですね。監督は見えない。いやいやいや、私はもう見えない、見えないですか、はい、見えないですよね。見えないです全然、はい、気をつけないくらいかね、はい、これあの糸島映画猫の記憶なんですけど、はい、今お話しいただいてますが、はい、上映会とかなんかまだ予定が組まれてるんですか。はい、そうですね、3月にもう1回福岡で会って。あ、いいですね、はい、で東京でもぜひやりたいなと思ってるんですけど、うん、やってほしいですよ、うんうん、こういう映画はね、やっぱりこう、あとまあ今は DVD も発達してるから、そうですね、そういうものでこう広がっていけばいいですよね、はい、やっとこう商品もこう出来上がって、はいはい、これを売ってるんですね、はい、だから DVD、はいはい、DVD とあと挿入歌の CD とかですね、いろいろパンフレットを作ったんですけど、あ、ちょっとこれはいいですね、このパンフレット。写真家でもあるんで、もうここをちょっとこの写真も撮ってらっしゃる。音楽プロデューサーで映画監督で見てください、写真家。特にあの一番後ろの方のあのは撮り下ろしで再度撮り直して、これは、はい、これはちょっともうマニアックな、いいですね。プロデューサーが生まれてます。ほら、嬉しそうな顔で、そう、ちょっと写真俺も持ってるんだみたいな。それは持ってるでしょう。関係者ですから。そうですか。あ、ほらいいですね。これは糸島の海ですか。そうです、もちろんです。もう糸島の至る所で。いいな。ね。はい、あ、いい。これやっぱりあれですね、はい、今日せっかく来ていただいたんで、あの糸島の映画なんだと、うん、猫の記憶という映画を、そうです、皆さんちょっと頭に入れておいていただいて、はい、ぜひ猫の記憶、はい、猫の記憶、浜陽一監督が作ったんだぞ、浜ちゃんが作った、浜ちゃんが作りました難しい、距離が近い、浜ちゃんが、とっても嬉しいです、浜監督がお作りになった猫の記憶、
ね、ありがとうございます。よろしくそれだけぜひね、はい、じゃあ一曲お届けして何にしましょうか。お分かりですけども、はい、やっぱりこの猫の記憶の中のテーマが、ね、はい、そう、猫の一族エンディングテーマ、この映画のエンディングテーマ、最後テロップがここ流れるところですね。そうですね、皆さん、はい、あの字幕って何つうんですかあれ、あ、ロールエンドロール、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 そうそう、はい、これあの猫の一族でいいんですか。あ、はい、あの CD を買っていただいたら中に猫の一族の人たちの写真が写ってますので、いろんな方がじゃあ皆さんでグループを作って猫の一族っていう、はいはい、特別ユニットを組みまして、いいね、地域猫のキャットサークルみたいなもんです。キャットサークル、そうですそうです、もう全員囲い込んでですね歌って、はい、あのいただきました。あ、それはなんかやっぱり映画に関わってて皆さん最後に自分の声もね流れるって気持ちいいです。監督どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってキャンペーンも、はい、頑張ります。楽しかったです。また次回何かありましたら川上くもどもよろしくお願いします。ともどもね、よろしく。当たり前ですよ、川上くもなんかおでん屋のじじいでもよろしくお願いします。おでん屋のじじい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ピーターの糸島大好き糸島ニア、グローカルホテル糸島からお送りしています。昭和歌謡の記憶。さあ今度は P さんおすすめの昭和歌謡を聞くコーナーですけども、ね、昭和歌謡はいい歌がありますね。どなたを。今日はね、私ね、石田亜美ちゃん、亜美さんよく一緒になりましたし、どういうつながりですか。ドラマもご一緒になりましたし、私ね、あのね、これは小林旭さんと石田亜美さんのドラマだったんですよ、内田真由子さんの作で、はい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 、私女役で、あの、はい、女の、あの化粧品会社の社長、女社長かなんか、そうなんですか。はいはいはい、まあでもお芝居もそうですけど、まあ、歌手としてもこう設定はね。そうなんですよ、もちろんもともと7人の孫っていうね、あのその頃はまだ15、6歳でしたかね、亜美ちゃんがね、私より4つ上かな、多分ネズミ年だったと思うんですけども、多分この頃ねもう出てらっしゃらなくて、もうね、寂しいんですけどね、もうあの石田亜美さん、千秋奈美さんね、出てきてほしい。まあ、石田亜美さんはそんなに出てこないってことでもないんでしょうけども、千秋さんね、いつもそういうふうにやって。どんな方なんですか石田亜美ちゃん。あの感じ、亜美ちゃんはね、あの割とアップダウンがありますけど、すごく明るい時と、あの明るい時に会ってるから、その次会った時に亜美ちゃん元気って言ったら誰って顔されるんですよ。それぐらいにドンと落ちてる時は落ちてるんだけど。ああ、そうですか。そうそう、あのね、面白い逸話があってね、昔歌番組かな、あの昔は男性楽屋女性楽屋って2つに分かれてたんですね、はい、で私男性楽屋ってグループがもう多くて、うん、あのその時はもうグループクルーファイブとか、あの1つのグループで6人ぐらいいるんだから、楽屋がギチギチなんですよ、はいはいはい、私行くところがなくて、でたピーこっちいらっしゃいって奥村千代ちゃんが呼んでくれて、奥村千代さん、そうそうそう、そこ行ったらリンダさんがいて、ね、千秋奈美がいて、で亜美ちゃんもいて、亜美ちゃん一人で端っこの骨掛け、あの化粧前に座ってね、鏡見ながらずっとチーズケーキを食べてるんですよ。化粧してるんじゃないんですか。いや、化粧が終わって終わった後ふっとして、私がいて振り向いて、私って退屈が歩いてるみたいな女でしょって言いながら、またチーズケーキこれはね、やっぱりそのそのところにいないとね、分かんないですけど、そのメンバーがすごいじゃないですか。奥村長さんがいて、千秋奈美さんがいて、あいみちゃんがいて、山本リンダさんがいて、もうだから歌番組全盛の頃ですと、毎日後ろでリンダさんがうららうらら、浦田の前です、多分浦田の前なるかならないかの頃ですね。すごい豪華絢爛な、すごい豪華 TBS の G スタのね、控え室でしたけどね。だから今おっしゃるように、石田亜美さん的にはそうちょっと落ち着いてる時もあるし、そうそうそう、ハイの時もあります。ハイの時はピーって言ってくれるんだけど、その時そのテンションで私も亜美ちゃんって言ったら誰って顔、いや、そういう人ね、ピーさんいますよ、いますよ、ね、日常生活の中 で相手のことちゃんと見極めてから声かけなきゃいけないんだけど、私は前のテンションのままボーンって言ったんですよ、私ね、どこの局アナとは言いますけど、女性アナウンサーにね、はい、あの親しくこう話してた人だったんで、はい、福岡市内でね、安藤優子、そんな有名人じゃないですけど、あの横断歩道の向こうにいたんで、うん、いやーって言ったんですよ。 P さんと同じ知らんかって顔されて、
そう、誰かを変なおじさんだと思ったんじゃないですか。あ、そうか、遠くで分かんなかったんですよ。 なんか変な親父、お、私のファンだ、嫌だ、あんなとこ嫌でって、みんなにこう恥ずかしい、恥ずかしいわなんて、絶対知ってる顔しないで、そら、あんな、あなたね、そういう公衆の面前でやったから余計に、あーって言えなかったんですよ。 そうなんですね、あんなジジイと試合だと思ったり嫌だと思ったり、なんかこの方を通じて私はジジイジジイ、なんかそういう風になんか、でもババアじゃないことは確かに、まあ、そりゃそうだけど、あ、言えばこう言うでしょ本当に口が誰にそう自分をさ助け求めてるの。スタッフに顔見てもさ、スタッフ助けてくれませんよ。あんたじゃみんな P さんの味方だろ。当たり前だよ、そんな勝ってんだよ。かわいくてかわいくて綺麗なものにみんな味方するんだ、ざまみろ。そういう時で構わないでください。わかりました、すみません。ピーターの糸島大好き糸島ニア、グローカルホテル糸島からお送りしています。糸島インフォメーション。さあ、糸島の旬な情報をご紹介したいと思います。はい、お願いします。先ほどご紹介いたしました糸島映画猫の記憶、いよいよ最後の福岡上映会が3月に P さん開催されるということで、浜ちゃんの映画ですね。浜ちゃんいい人でしたね、浜監督、なソフトな感じでね、ソフトな感じ、いい感じです。糸島映画猫の記憶福岡上映会ウィズリンクなんですけども、福岡市中央区渡辺通りのスカラエシパシオ、いいんじゃない、なんで福岡市中央区渡辺通りのスカラエシパシオで3月25日土曜日に開催いたします。上映会イベントでは映画上映のほか、ミニライブ、はい、トーク、抽選会もあるということで、はい、でピーさん、はい、DVD、CD、フォトブックの3つのグッズを全て購入された方には、はい、なんと抽選でバックヤードツアーに参加できるチャンスがあるわけでございます。バックヤードツアーって学園ってなんか掃除でもして帰るの、誰がお客さんがなぜ掃除をする、本当に会えるわけ、出演者に、出演者に会えるチャンスがあるわけですよ。それも抽選だもんね、抽選全部買っていただいて、3つのセットを買っていただいて、商売だね、そういうことじゃなくて、うんうん、会えるチャンスがある、まあ、出演者たちに近くで会えるチャンスですからね、ファンにはたまりませんよ。さあ、そのチケットなんですけども、はい、ぜひ皆さんお買い求めいただきたいんですが、これチケット販売サイトはございまして、チケットって言うんですか、そう、チケットゲットするからチケットな、うまいこと言うの、だバカじゃん、いい名前なんですけど、いやいや、それは美味しいですけどねチゲット、キムチチゲット、チゲットで検索していただくと分かると思いますんで、はい、チケットでチゲット、いいね、これ面白いな、これ、チケット販売サイトチゲットで絶賛、はい、発売中でございます、はい、最新情報の方は公式ツイッターとかインスタでゲットしていただければと、よろしくお願いいたします、はい、以上糸島インフォメーションでした。日帰りでは出会えない感動がある、そうだ糸島に泊まろう、セトルグローカルホテル糸島はステイしながら心ゆくまでお気に入りの糸島時間を楽しめる糸島市発のオーセンティックホテルです。詳しくはセトルグローカルホテル糸島ホームページまで。物流を通じて福岡を、九州を元気にしたい、九州の農産物を全国へ、物と人の調律師糸球、コンコンワクワクをこれからもずっと、セトルグローカルホテル糸島から徒歩3分元気クラブ糸。醤油を使った糸島スイーツ醤油プリンは期待醤油から。ピーターの糸島大好き糸島ニア、この番組はセトルグローカルホテル糸島、糸球、期待醤油、元気クラブ糸、以上各社の提供でお送りしました。いや、今日のゲストの本当は浜陽一監督は素敵でしたね、雰囲気がいいですね、柔らかいし、ね、芸術家っていうかさ、うん、作演出、カメラ、ね、編集、ね、音楽全部やって、全部やって、もう他の人に任したくないんですねでもおっしゃってたじゃないですか、ね、自分の仕事を徐々にこう若い人にだから自分が経験していってね、ってそうそう、人材育成、糸島ので映画を作ることによって、川上さんも考えなさいよ、若いアナウンサーに仕事を振んなきゃ、自分ばっかり全部出てこないで、仕事くださいよそういうこと言って、そういうお互いに言ってんじゃない、突っ込んだ話になりますけど ね60代70代仕事くださいって、ね、ないもん、ないもん
いいじゃない、こうやって2人で喋れる幸せ、ありがたいですよね。ありがたいですけど、本当ですか、半笑いじゃない、あなた。ラジオだから半笑いは分かんないでしょ、なんかにやけた声してるよ。これ生まれからこの方この声ですから。あ、じゃあ 何言ってるんですか。ということで今日は猫の記憶でございました、はい、猫の記憶ぜひ皆さんご覧いただきたいと思います、はい、それではまた次回お会いしましょう。糸スマ大好き。なんだよ今日のあれは、え、本当にもう私だって噛んじゃったよ、糸スマって言っちゃった。 あなたがおっしゃったんですよ、うざい。いや私は聞いてるだけですから、ね、あなたはそれプロのアナウンサー、私はもうほら柏上がりの役者ですから、その方が数段いいじゃないですか。いやいやだからこういうあのなんかアナウンスみたいなさ、なんかこう、はい、教えたりできないんだよ。P さん言っていいですか。なんだ、60歳までです。70だったらやめろってこと。いやいやいいんです、そういうことはもう言わない。60までやった、糸島でもいい、糸島でもいいです。私糸島まで住んでるんだってやつですね。それはちょっと違う地域になってしまうんで、糸島とちゃんと発音していただきたいです。糸島でも P さんが言ったらもう何でも糸島にや、結構このやろう。どうぞ本当お好きに来てください。あった、怖いよ、怖い、もう終わっていいですか。もう怖い、怖い、怖い、終わってやる、もう終わって、俺がだからフェードアウトしてるよ、フェードアウト。ああ人生フェードアウトだよ。いやこの番組はスマートフォンの無料アプリラジオクラウドほかアップル、グーグル、スポティファイ、アマゾンなど各ポッドキャストでもお聞きいただけます。ガールズパンチバッテン少女隊のバッテンラジオ隊、バッテン少女隊の春野キーナと葵リルワです。 RKB ラジオでお送りしているガールズパンチバッテン少女隊のバッテンラジオ隊はポッドキャストでもお楽しみいただけます。アップル、スポティファイ、アマゾンミュージック、グーグルポッドキャストなどでバッテンラジオ隊と検索してフォローをお願いします。